川勝知事のいわゆるコシヒカリ発言をめぐって県議会の臨時会で知事の辞職勧告決議案が提出され可決しました。川勝知事は辞職する考えはないとした一方で、年末の報酬やボーナスの受け取りを辞退する意向を示しました。本日辞職勧告決議案を公明党会派と共同提出することに決定いたしましたので、今日の臨時議会が始まる30分前に記者団にこう語った自民改革会議の野崎代表。当初予定していた不信任決議案を断念し、辞職勧告決議案を出すと明かしました。不信任決議の可決に必要な出席議員の4分の3以上の賛成が見込めず、直前になって2分の1以上の賛成で可決できる辞職勧告決議に切り替えた形です。あちらはコシヒカリしかない。だから飯だけ食って、それで農業だと思ってる。言っていいのか、悪いのか、3秒考えれば分かりそうな不適切な発言を繰り返す知事は言語道断であり、静岡県知事川勝平太君に辞職を勧告いたします。川勝知事のコシヒカリ発言が辞職勧告を審議する県政史上初の事態にまで発展したのです。不信任案が見送られたとはいえ、静岡県知事に辞職勧告が出されるのは県政史上初めてです。川勝知事は今どんな思いを抱えているのでしょうか。辞職勧告案が待つ本会議場に向かいます。午後の臨時議会では、知事の辞職勧告案に対する賛成と反対、それぞれの討論が行われました。川勝知事は定例記者会見において県民の皆様に対して心より謝罪いたしました。その思いは御殿場市民や県民の皆様にも伝わったと考えます。本県には全国的に注目されているリニア中央新幹線に対する課題、さらにそのためにも政治的空白を作るわけにはいきません。マイクを握り声を張り上げたのです。断じてうっかり言ってしまった失言ではないのです。知事を任せられる人格でないことを自らの演説で高らかに証明してしまったこと、これが今回辞職勧告決議案提出に至った発言の本質なのです。辞職勧告決議案が可決されれば、潔く辞職を選ぶのが真っ当な判断と言えます。そして採決の時を迎えました。66票、うち賛成47票、反対19票、よって川勝平太知事辞職勧告決議案は可決をされました。自民会派や公明会派など47人の賛成で、成立要件の2分の1を大きく上回り、辞職勧告決議は可決されました。県政史上初となる辞職勧告を受けて、川勝知事は極めて深刻に受け止めております。これから年末にかけて猛省の期間にしたいと思っております。これから議会もありますが、ともかく今年の区切りはつけねばならんと思っておりまして、来年は生まれ変わったような人間になってみようと。辞職については職責を全うしながら辞職勧告を受けたということは忘れることをないようにすると。自民改革会議は議会としての意思を示せたと強調しました。圧倒的な議員の支持は得られたと考えております。まず我々としては、この辞職を求めてきたという結果を、知事に対して、議会にきちんとどういう身の処し方をするのか、きちんと示していただきたいということをお願いしてありますので、その結果を見て、判断をしていきたいというふうに思います。今後はノーサイドというスタンスを掲げる川勝知事ですが、各会派との信頼回復にはまだ時間がかかりそうです。